ミオンのジャズドー。もうちょい元気よくいこうか。ミオンのジャズドー。ああ、いいですねー。お願いします。お願いします。だってダメ出しをしてしまいました。テイク2。テイク2。はい、ということで前回は、新シャンプルスの、はい、テーマを吹いていただきましたけれども、うん、次はアドリブにいよいよ入っていきましょうか。はい、で、前回は、まあ、新シャンプルスとはいえ、僕ら一応楽器なので、はい、A メジャーなので、うん、まあ、それこそ A ジャムブルースという話をしたんだけど、A メジャーなのね。A メジャーのキーなのに僕ら使うスケールは A マイナーペンタトニックスケールという、音階になります。でこの音階を使うと、うまくアドリブが取れるというか違和感なく取れるというか、はい、うん、でなんでまあこのスケールを使うのかは、ペンタトニックスケールがなぜあるかっていうのはちょっとおいおいね、話長くなっちゃうので今日は割愛しますけども、はい、ただメジャーなのにマイナーのペンタトニックを使うっていうところがちょっとミソなのね。そうです、うん、メジャーのマイナー、そうだって、A メジャーってファとドとソにシャープでしょ。そうですね、うん、でもラドレミソラっていう前回提示したこの A マイナーペンタトニックスケールっていうのは、シャープついてないんだよね、うんうん、だから暗いのよ。ああ、そうですよ、ね、うん、大丈夫と。はい、でここがこの C ジャムブルースのブルースっていう言葉なんだけど、はい、ブルースとは、ブルースとは何でしょう。ブルースとは何でしょう。300字で答えなさい。だいぶ説明できるはい、はい、まあちょっと簡潔に説明してって言われるとなかなか難しいんだけど、うん、まあ、いわゆる黒人の人たちの持ってる、うん、ソウル的な話なんだよね。で、このブルースってで、はい、あ、そうだな、ブルースって日常生活の中で使う、はい、言葉、ブルースって聞いたことある？ブルース、あ、聞いたことある。聞いたことあるよね、はい、伊勢崎町ブルースとか知ってる？あ、なんか聞いたことある。知ってるんですか、はい、よかったよかった。ソエモン町ブルースとかね、うんうんうん、あとなんかなんとかブルースっていう歌謡曲よくあるじゃん。はい、ありますね、うん、で、あれって本当のブルースじゃないんだけど、うん、まあ、本場のブルースっていうわけじゃないんだけど、ブルース風なのね。うん、うん、だから地中海風、はい、サラダみたいな、そういうのと一緒なんでね、うん、本当に地中海で作ってるわけじゃないんだっていう、うんうん、その風のミラノ風ドリアと一緒。あ、なるほど。知らないけど、はい、ということで、ブルース風なんちゃらっていうのは僕ら少し馴染みがあると思うんですけど、うんうん、なんかそういうブルース風って言われた時にどんなイメージ、どんな言葉で形容できるかなっていう、うん、どんなイメージ、ブルースですか、うん、ブルース、なんとかブルースって聞いた時に、うーん、なんか哀愁漂うイメージ。正解正解でございます。もう一番言ってほしい言葉が、あ、よかった、出ました。はい、うん、そう、哀愁を感じるよね、うんうん、あとなんか切なさとか。そうですね、うん、で、ミオンさん、人生で哀愁を感じたことはまだないでしょうか、はい、ちょっとあります、ね、ありますか、はい、どんな時に感じますか。もうお腹空いてしょうがないみたいな時ですかね。薄い哀愁ですね。お腹空いただけで哀愁感じちゃう、はい、ブルースですね。あ、そうですか、はい、そうか、まあそれ否定はできないんだけど、はい、ただまあ一般的に哀愁っていうと、うん、ただ単に悲しいとか、あ、そうです、ね、うん、暗いとかっていうわけじゃなくて、うん、なんかねそこに一個乗っかってる状態を僕指すと思うんですよ。例えばね、僕はね、はい、哀愁を感じる時っていうのはまあ、例えば新橋の、はい、サラリーマンの、はい、なんか飲み屋さんでね、あ、うん、いっぱいあります。そう、ああいう人たちの背中を見てると、あ、頑張れお父さんみたいな哀愁を感じたりする。まあ、なんかもうクタクタなのよ。そうですね、クタクタで疲れてるんですけど、うん、でもこれ飲んで明日も頑張るぞみたいな、なんかこのマイナスとプラスが、はい、一緒になってると、うんうんうん、共存してるっていうところに僕らは哀愁を感じるんじゃないか。あ、
さっき。お腹だけだとなんか。いやお腹空いたけど食べたら太っちゃうみたいな。そういうことなの？はい、説の。なるほど、それは哀愁ですね。なるほど、理解しました。うまいですね。すいません。まあ、だから早朝後に、僕よく言うのはね、朝日に哀愁は感じないけど、夕日には哀愁を感じますよね。わかりやすい。うん、だから朝ね、気持ちよく太陽が出てきてるところと、うん、夕日で沈むところ、大体同じ景色でしょ。うん、そうですね。見た目一緒なんですよ。見た目は、うん。見た目一緒だけど、なぜか夕日には哀愁を感じてしまうっていうのは、明るいものと暗いものが共存するっていうことなんですよ。うんうん、だから、このブルースっていうのを演奏するときは、メジャーに、ね、メジャーのコード進行か。メジャーのコード進行に、マイナーのコード、あ、これ、マイナーのメロディーとか、はいはいはい、マイナーの、アドリブを取る、うんね、ここが、ミソなんですね。まあ、なんかこの黒人の人たちが、まあ、歴史的なこと言うと奴隷として連れてこられちゃって、うんうん、で、白人の楽器を持って演奏するときに、スライズベイビーウォーウォーって歌ってるんだけど、うん、あの人たちの持ってるあの明るさと状況の暗さが相まって、はい、明るいコード進行に暗いメロディーを乗っけて歌ったと、うんうん、いうことなんだね。まあ、これがね、日本人の場合はね、はい、辛いっていう時に、うん、まあ、いわゆるフォークソングっていうかな、あ、フォークソング、うん、南こうせつさんとか、はい、石田拓郎さんとか、うんうん、知ってますか？あの名前は知ってます。あたり聞いていただくと、うんうん、あの暗いものに暗いものを乗っけちゃうんで、それが私たちの考え方だね。なんだっけ、4畳半ブル、あ、4畳半フォークっていうのかな、お金がなくて苦しい、なんちゃらみたいなのをこう悲しい歌に乗っけちゃうんだよ。なるほど、すごい悲しく、うん、そうだけど、黒人の人たちは明るいコード進行に暗いメロディーを乗っけて、うん、そのブルースのソウル魂を表現したっていう歌はね。なので A メジャーのコード進行に A マイナーペンタトニックスケールを使うと思ってください、うん、なので、まあ、これからいろんな曲やっていく中で、はい、ブルース以外の曲やるときはメジャーにメジャーペンタ、マイナーにマイナーペンタっていう風に合わせていくけど、はい、このなんとかブルースとか、うんね、名前にブルースがついているものとか、ブルースに分類されるような音楽は、はい、必ずメジャーにマイナー合わせて、うんうん、ください。もともとマイナーの、キーのブルースっていうのもあるんで、それはそれで、マイナーのキーでやればいいんだけど、はい、メジャーのコード進行がほとんどなので、うん、これにマイナーペンタを合わせてるの、はい、うん、いう話でございます。理由はじゃあこれでちょっと理解していただいたと思うので、うん、次にですね、前回あの A マイナーペンタをね練習してきてねと言ったものの、はい、練習の方法を教えてなかったので、あ、それはできなかったですよね。すみません、はい、はい、ということで、まあ、あのペンタトニックスケールのね練習方法をちょっと紹介しましょうか、はい、ね、まず1回じゃあ A マイナーペンタを吹いてみましょう、はい、ラドレミソの5つの音です、うん、あ、そうそう、じゃあラまでいっちゃおうかな、うん、じゃあ下がってきてラソミラ、あ、ありがとうございます。この音階を使ってアドリブを取ろうねっていう話になるんだけど、はい、まあ、誤ってシを吹いてしまったりとか、はい、間違えてファを踏んでしまうっていうことがないように、うん、まあ、まずは、これを音域広げましょうか。はい、うん、みよさんのサックスは通常は、まあ、上はファまで。そうですね、上のファ。みよさんはどこまでで、レぐらいまで。ぐらい。あ、素晴らしい。いや、でも、まあ、いわゆるあのフラジオって呼ばれる音域があるけど、はい、まあ、そういうのはちょっと特殊なものなので、うん、まあ、通常はあのファまででいいじゃないですか。はい、で下は？下はシのフラット。フラットまで。うん、でこの、範囲内でいいので、うん、もう目いっぱいちょっと広げて吹いてみてください。はい、うん、上登ってみましょう。はい、どこまでいける？2まで行けましたね、はい、じゃあ降りていって一番下まで行っちゃって、ドまで行ける
ね。この下だとラになっちゃうので、そうですね、うん、音がない、あ、指がないね、うんうん、ということで、A マイナーペンタの場合は一番下はド、上はミまで練習ができると、うんうん、まずはこうやって音域を広げるっていう練習をしてくださいね。なんですが、はい、これ僕ら今やろうとしている目的は、うん、アドリブでしょ。アドリブです。自由じゃないですか、はい、だから例えばね、まだジャズ始めたばっかりですっていう人が、うん、今の話を鵜呑みにしてですね、そうか、ミまで練習しなきゃいけないのかって言って、うん、レーミーってやった時に、あ、ミが出ないあれが出ないっていう練習に時間を取られちゃうともったいないじゃないですか、うん、そう。なのでまあ、あくまでアドリブなんで、うん、自分ができる範囲内でいいので、まずはできる限り音域を広げてみてください、はい、そしたらね、今度は今 の自分のできる範囲内でいいので4つずつ音を区切る練習します、うんうん、ちょっと真似してほしいんだけど、はい、最初例えば、ラドレミを4つ吹きます、まあ、スタートの音4つだね。吹ける？真似して。はい、ありがとうございます。そしたら、1個上の音ドからドレミソと吹きます。うんうん、ありがとう。で、もう1個上、あ、そのままいける？いっちゃいました。いっちゃいましょう。あ、いいね。じゃあ、ミから降りれるかしら。合ってますか？あ、いいよ。元降りちゃおう。で、折り返しましょう。ドレミ。どれも、まあ、ラで始まったのでラで終わりましょう、はい、 ね、そうすると、あ、これで4つの塊で、A マイナーペンタを吹けたっていうことに、うんうん、なります、まあ、今結構ミオさん、やっぱりさらっとできちゃいましたけどここがね、皆さんは結構苦労すると思います、うん、ということで、まあ、こんなに広い音域ではなくてもいいので、自分のできる限りの範囲内で4つ作ってください、うん、でこれをね、例えば3つ区切りバージョンとかでもやってもいいし、まあ、とにかくいろんな工夫をして、まあまあ、おいおいね、またいろんな練習してもらいますけど、はい、まあ、ベーシックとしてはこの4つ区切りで練習します、うん、でなんでこうやって区切ってほしいかっていうと、実際にアドリブを取るときに、はい、あっち行ったりこっち行ったりしないんですよ。うん、例えばアドリブ取りますって言ってなんかあっち行ってこっち行ったりってしないでしょ。どっちかっていうと、ね、これ4つの音だけ、うん、ミソララソラソドラ、ね、4つでしょ。ミソラゾです。そうだよね、合ってるよね、はい、そうだよね。っていう風に、なんか何かフレーズ吹くときに、まあ、なんか4つぐらいの音で十分、うん、成立しちゃうというか、でなんかまた次の4つのグループ塊で吹いてて、でたまにたまに飛ぶからいいっていうだけで、なんか通常時っていうんですかね、うん、はなんか4つぐらいずつの塊で動くかなと思うので、はい、この4つの塊がちゃんと思い浮かぶようにしてほしいの、うんうん、だからなんかミオさんもなんか挨拶するときに、はい、こんにちは、わみたいな言わないでしょでもこんにちはって思っちゃってるからこんにちはっていうだけで、うん、ね、なのでまあ、なんかこのこんにちは、あ、5つか5つの音を、まあ、4つの方が良かったね、4つがさよならが良かったな確かに、うん、そうだね、言い直しますけど、さよならっていう4つの言葉をもう頭にイメージしてるからさよならって言えるみたいな、うんうん、
そんな風に思ってもらうと4つずつ区切る練習っていうのが役立つんじゃないかなと思います、はい。これでじゃ あ, アドリブをね、はい、取ってみましょう。これでですか、うん、ただ、はい、なかなかアドリブを取ってみましょうはいって言ってできるものがないのでまあこういう時に、有効なのが、交互奏、ああ、うん、そう誰かと一緒に吹くっていうのが、うん、効果的です、うんうん、ちょっとやってみよう、はい。まあ、このように伴奏をつけるので僕が1小節何か吹きます、吹いたらそれを真似するの。あ、いいですね。ごめんなさい。違う音吹いちゃった。ただ、はい、いいんです。違くていいんです。あ、違くて。で、今真似してくださいって言ったんだけど、なんかまあ皆さん本当は真似できると思うんだけど、普通の人はなかなかそんなほらこの音はラだとか、うん、ミだとかわかんないじゃないですか。はい、だからこんな感じかな。って言ってモノマネしていただくとちょっと違うフレーズになっちゃう、うん、あ、だ本当は真似してるつもりなんだけど結果違うみたいなことがあるのね、うん、それってアドリブじゃんっていう。あ、それもいいんですねいいです、全然いいですよそれもいい、結果が良ければいい、って考えると真似しようとして真似できなかったものがアドリブですって言っちゃえば、なるほど、すごく簡単なものなんじゃないかなと思います。うん、ということで、まあ、ミオさんは多分音聞いたら真似できちゃうと大丈夫か、うん、まあね、思うんだけど、はい、まあ、あえてちょっとなんかちょっとレベルを下げていただいて、うん、なんかそんな感じ、うん、なんかそんな雰囲気っていうのだけでちょっと真似してみて、はい、だから空気感を真似するだけでいいから、うん、ね、リズムとかそういうのを真似するだけで OK、はい、うん、やってみましょう。で、僕が1小節で吹いたら1小節で返すし、2小節吹いたら2小節で返してください、うん、ね、じゃあいきます、1小節、はい、あえてちょっと変えていただいたところもあったと思うんだけど、このようになんか誰か先導する人のものをなんか真似するっていうのが、うん、まあ、一番、ジャズ習得、アドリブ習得には適しているかなと思います、はい、うん、ということで、まあ、これはなかなかレッスンとかに通ってないと難しいんじゃないかなと思うので、うん、はい、まあ、こういうのはなんかジャムセッション行って誰かと付き合ってもらうとか、うんうんうん、先生にこうやって、はい、先導してもらってってやるのが本当はいいんだけど、まあ、とはいえ、はい、一人で練習するときはどうすればいいかって、はい、例えばね、自分で歌って、はい、歌ってビバップですよ、あ例えばバッビバッって吹いた、あ、歌ったと、はい、そしたらバッビバッバッビバッ、どうなる、真似すんのバッビバッ、うん、それをなんか楽器ね、真似してみて、あ、いいじゃんいいじゃんね、なんかバッビバッって歌った音程と違くてもいいからリズムを真似するだけでもいいと、うん、何でもいいんだよ、なんかバッバッビバッとか歌ってみて、バッバッビバッ、うん、じゃあそれを楽器で真似する何でもいいんだ、指はもうラドレミソの中だったら、はい、おー、いいじゃないじゃないとか、うん、っていうのをバスをつけてやって、はい、うん、歌ってから、そう、歌って吹いて、うん、歌って吹いてっていうのを繰り返します、ね、ちょっと僕やってみるよ、はい、例えば歌ってバッビーバッ、これを真似する、うん、
バッバッビーバッ。うん、ちょっとみおさんもやってみましょうか。あ、できるか、うん、適当でいいんだよ、はい、完全に真似じゃなくていいから歌ってパッピーパッ、うん、じゃあ楽器でーす、せーの、あ、いいじゃん、もう一回じゃあなんか歌いましょう、せーの、あ、私が歌う一人だから本当はそうでした歌いましょう、パッパッパッ、うん、楽器で、あ、そうそうそう、もう一回パッピッパッピッピッパッ、はい、あ、オッケーオッケーいいですいいです、はい、で、なんか歌ったものと全然違ったものになっちゃったと思うんだ、うん、でこれ皆さんもやってみると全然違う風になると思うんだけど、でもなんかそういうのをきっかけに音が出たじゃん、はい、うんうん、っていう風になんかきっかけさえ与えていただければ、うん、その後あの真似するだけで OK って話、はい、そしたらだんだん補助輪外していって、うん、自分で歌ってないけど元から吹けるみたいな状態に持っていけばいいんじゃないかなと思います、うん、じゃあどうしようかな、ちょっと動画長くなっちゃうから、はい、ちょっと分けようかな、はい、うん、じゃあ次回はこれを、うん、ワンコーラスに、はい、長くアドリブを取っていただきましょうか、はい、うん、今1小節とか2小節の単位でやったじゃない、うん、それをあの今度長い範囲、うん、あのね、ブルースの定義って12小節って決まりがあるの、はい、うん、だから、まあ1と2を組み合わせて12を作ろうみたいな、うん、そういったことをちょっと次回やってみます、はい、わかりました、はい、ね、まあ、またじゃあちょっと歌って吹いてって、はい、やってみてちょうだいとやります、はい、ということで、はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。はい、みおさんお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ということで、動画役に立った方はいいね押してください。また、次回のレッスンも見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。